虎に翼、全員集合に連発最終回前日は大団円ムード作品メッセージもリレー発信。最終回前日となる26日、NHK 連続テレビ小説、虎に翼は桜が舞うなど大団円モードに入った。25日放送のラストで、不穏な様子でトラコ、伊藤さり、を見つめた娘のユーミ、川床アスカ、だったが、この日は思いの丈をぶつけた後に抱き合って、めでたし、感を醸し出す。亡き夫の雄三、中野大河、も亡霊のごとく現れ、トラちゃん、約束守ってくれてありがとうねと言葉を残して消えた。雄三はトラコに、ありのまま、でいてほしいと願い、これは作品メッセージにもなっている。続く事実婚夫、光一、岡田将生、との会話を挟み、場面はトラコ実家の井の詰め替え。石、花江、森田美代、や弟の直明、甥の直人&直次らが全員集合した食事の席で、花江はしみじみと、みんなが好きなようにして、みんながそれを応援していければ、我が家はずっと安泰だわと、雄三の、ありのまま、につながる言葉を発した。トラコは横浜火災の所長に就任、滝立大時代の仲間が馴染みの、笹竹で祝賀会を催し、そどろき、卒家純喜、米、土井しおり、涼子様、桜井幸、梅子、平井若見、様、長谷川なぎ、らが全員集合で喜びを分かち合う。そこに、最高裁長官を退官したトラコ因縁の桂葉、松山健一、まで初公開の着物姿でやってきた。一族と同窓生らの相次ぐ集合に、X、旧ツイッターでは、全員集合のほぼ最終話、ラストには全員集合ですね、大団円を迎える2日間に入った、などと最終回のような空気を感じ取る反応が寄せられた。劇中、満開の桜が映され、笹竹ののれんに花びらが舞う。当店で団子作りもしてきた梅子が、このところ、何にも役に立たなくてと自虐的にこぼすと、船員の大五郎はそこにいてくれりゃいいとリアクションしてトドロに、いいこと言うなぁ、と喜ばれた。大五郎は歩道少年、本来、公正に勤める若者が受けても良い、ありのままでいいを当人自らが発し、雄三もしくは作品が訴えるメッセージを際立たせた。オールスター総登場だたらす前放送、27日の最終話は、